皆さんこんにちは、アドベンチャーランナー高重克彦です。今日はお友達の山本さんがやっている山の場から提供していただいたネパールコーヒーナマステヒマラヤ、これを入れてみたいと思います。深入りと浅入りがあります。オーガニックでフェアトレードのコーヒー、初めて飲まれる方もぜひ試していただきたいと思います。それでは豆をひくところから。ツヤがあります。これ深入りなんですけども、いい香りが漂っていますね。コーヒーは、香りが命ですので、引いてすぐにね、入れるっていうのが最高に美味しいものであります。はい、いいよ。はい、こんな感じで豆が引けました。はい、食べて。はい、香りをお伝えできないのが残念ですが、すごくいい香りですね。はい、しばらく蒸らします。はい、我が家の黒ネトアイも引けよう。入りました。アメリカンでもないしヨーロピアンでもないし、これがネパールコーヒーですね。すごくあっさりしてます。多分ね、これアイスでもホットでも、今ホットで飲んでますけど、こちらでもこういけそうですね。で、豆引いてる時に思ったんですけど、やっぱりこう山の香りっていうんでしょうかね、エベレストの、麓ヒマラヤの、そのなんか空気を感じるような、そんなこう味がします。はい、もう一度このパッケージご覧ください。ネパールのヒマラヤ山麓で採れたオーガニック、そしてフェアトレードのコーヒー、これをね、アウトドアで楽しむ、これがまあ山の場の、コーヒーの、ね、飲み方ということなんですね。定期購入型によるコミュニティで自然を愛する皆さんと共に日本にこのネパールコーヒーを広める、そういう取り組みを現在、クラウドファンディングで、行っております。あと17日で現在 70% まで、達成しております。詳細はまた、そのクラウドファンディングの、ね、サイトから、よろしくお願いいたします。以上、アドベンチャーランナー高重克彦が、お届けしました。